では煙の可視ボードを用意していただきました。ちょっと気になったところをじゃあ聞いてみたいんですけど、はい、まず1行目の誰の体っていうフレーズから結構掴まれて、え、誰かいるのとも思ったし、自分の体を誰の体って感覚かなとも思ったし、そう、もうそこですごい引き込まれたんですよ。酔っ払ってる時に知らない人が横にいることってないっす、ないっすよね。が あるんですけど、この人誰だろうみたいな時、その破天荒な感じというか、そのむちゃくちゃな感じがその煙の一番初めのところかなと思っていて、その誰の体ってのはもうこれ誰か分かんねえけど誰かいるなみたいな感じ、はい、いやいいですね。大変だぞ。かなりディープな。そうですよ、これディープなんで解説とか向いてないですよ絶対。大丈夫ですか。ディープすぎて絶対向いてない、こだわった部分っていうのはどういうところですか。テーマとして酔っ払ってるってもちろんあるんですけど、何かに依存する感じっていうか、依存とか執着とか、そのなくてはならない、人によってなくてはならないものみたいなのがテーマであるんですけど、それを今一応 お酒ってことにして、なんかそういう風にしてるんですけど、この枯れた花びら握ってバラバラ強く吸ってめまいがするみたいなやつとかも、そうですね、依存とか執着の表現としてこういうものをモチーフとして出したりとか、